見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。台湾の独立勢力が一線を越えるなら、断固たる措置を講じざるを得ない。11月16日にオンラインで行われた米中首脳会談で、中国、習近平国家主席はバイデン米大統領にこう伝えた。中台統一のためには武力行使も辞さないという立場を改めて示した形だ。そんな中国が最近、ゴビ砂漠の兵器試験場で、ある標的を弾道ミサイルで破壊する実験を行っているという。米軍事専門サイト、ザ・ドライブなどによれば、2つ設置されたこの標的は米空軍の早期警戒管制機、AWACS 機、E3 セントリーの実物大模型だ。E3 セントリーは沖縄の米空軍嘉手納基地に配備されており、台湾有事の際には戦闘機と共に真っ先に現場に急行する。航空評論家の島田久則氏が解説する、嘉手納の第916空中式管制飛行隊には E3 が2機配備されています。早期は米軍全体でも現在31機しかない虎の子で、空母と同様、戦略的に重要な高価値ユニット、HVU と呼ばれる兵器。中国が狙うのは理解できます。AWACS 機の役割は敵機の情報把握と戦闘管制です。戦闘機もレーダーを持っていますが、捜索する距離も範囲も限られますし、常時レーダーを使っていては時期の位置が敵にバレてしまう。一方、最前線ではなく後方に位置する AWACS 機が、その広い視野を活かして早い段階で敵機の数や位置をつかめれば、数的不利でも攻撃する優先順位や接敵する方角などを工夫して対処できる。その意味で、AWACS 機は戦力倍増機とも呼ばれます。逆に言えば、米軍の戦闘機群の戦力は AWACS 機さえいなければ激減する。ならば、空戦が始まってから米戦闘機群の後方にいる AWACS 機を狙うより、まだ基地にいる段階で買い、潰してしまえ、これが中国の戦略のようだ。ちなみに、中国が砂漠地帯に重要標的の実物大模型を設置するのは初めてではない。以前にはタクラマカン砂漠に米軍の空母や駆逐艦を模した標的を作り、対艦弾道ミサイルの実験を行った。最近ではこれらの標的をレールで移動させ、海上を動く艦艇を狙い撃つためのテストも行っているのだという。一方、今回のゴビ砂漠では、台湾の重要施設や航空拠点なども高い精度で再現され、弾道ミサイルのテストに使われている。そこに米軍の AWACS 機の模型が登場したことで、アメリカで注目を集めるに至ったわけだ。しかし、弾道ミサイルの実験をやるのに、わざわざ実物大の精巧な模型まで作る必要があるのか。弾道ミサイルの終末誘導段階では、標的の形状を判断できるレーダーや赤外線画像センサー、探知範囲は数十キロメートル四方と言われる、で捉えた情報から、フィン、小翼を動かして精密に着弾地点を調整します。AWACS 機を狙う弾道ミサイルは核弾頭ではなく通常弾頭で、標的の直上で散弾をばらまいて広い範囲を破壊するとはいえ、かなり精密な誘導が必要。今回の模型設置は、その実験のためでしょう。なお実戦では、センサーが滑走路や駐機場に E3 がいないと判断した場合、格納ハンガーに直行、直撃するようにプログラムされていると思われます。島田氏、やはり、台湾有事では日本まで戦域に入ることは避けられないようだ。取材、セラ光弘。